よし。続いての。こんばんは。え、これさ、覗き見防止フィルターかかってる？え、はい。マジで見えない。めっちゃ見えにくいですよね。いつも言われるメンバーに、あやこぴょんの携帯見にくいって。え、うん、これが普通よ。うん。丸見えちゃう？まあそう。だから嫌で。いや、わかる。最近つけました。別に見られてやばいもんないけど。確かにわかるよ。電車とか乗ってたの。いや、そう。知らない人に見られるの嫌じゃないですか。うん、こんばんは。あゆかまるに今からドライグを教える講座をやりたいと思います。はい、お願いします。はい、今潜在解放して見守ってください。今潜在解放してます。はい、本当にわかんない。その一括選択してない。了解しました。全部突っ込んでいます。先生すいません。一括選択してない。なんかかける2とかはなんかどっちにしたらたまるから、あかける3以上のやつからやっといた方がいいかな。了解しました。あーちゃん差し入れ、えらい子だって。嬉しい。あんな盛り上がってくれるのめちゃめちゃ、みんなマジガチでガチ電撃したでしょ。うん、見ましたよ。負けたし。しっかり負けて、トラ食べれんかった。かわいそう。もう一口あげるとかもないから、もう全部トラにすればよかった。え、全然よ。違う、なんかかわいいやな。カスタードだから、あなんか好きな嫌いな人いるかなと思って。ほら、いた。無理無理。そう、危ない危ない。そう、カスタードだからみんながみんな食べれないかなと思う。よし、じゃあ行きましょう。はい、なんだ次のミッション、ルーキーミッションもやります。あ、プレゼントボックスに送られました。無事にドラゴンリンクは設定できたかな、うん、ドラゴンリンクレベルを上げていくので任せて。対象に設定した、うん、挑戦する。モンスター、もうなっちゃってんじゃん。右上のさ、何もないドラゴンのマークのとこ、そうそう、そこして、とりあえず全部パパパパって押してて、100分の10、うん、全部も入れる、とりあえず。そうすれば全部選択で、100個全部入れちゃう。おぉ、100体もいるかな。見て、みんな近くメバチコやねん。言うんだ。ちゃんとも言うの。こっちの目、めちゃめちゃ腫れてんねんけど、めちゃめちゃ目でかいねん。81しかない。あ、今言ってね。じゃあ一旦決定で、一回戻る。おお。で、右下勝利。うん。で、最大。あ、ノンノンノン。いや、違う。事故。で、これがさ、お金いる量やねんや。うえぇ。どっちかが持ってるやつで、どっちかが必要な数で、とりあえず実行。雑。ああ、上がりました。はい、これでもう上がりました。やった。行ってみ、ほら。え、クリアすごい上がってるし、クリアしちゃった。クリアしてる。え、すごい。あと2個、ドラゴンリンク増えた。そうすると一般ギルド、ギルドがこれだ。あ、挑戦する。あ、でも一旦入っちゃってんじゃん。もうあゆかさ、ギルド入ってるやろ。左から2個。そうそう、あのギルド、S、もう入っちゃってるじゃん、うん、マイページ。ああ、クリアしてる。え、本当に？あ、本当だ。すごい。今回が初心者卒業のための、うんうんうん、もうこれラスト挑戦する。次はもう350にドラゴンリンクあげたいから、昇竜で最大。あ、最大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 。厳しいよ。でも今200までしかできんの、お金なくて。ダーン。まあ、一応実行して。お金はどうやって集めるんですか？お金はなんかそういうなんかお金じゃない、これやねんけど。あ、とりあえずまずエール返しましょう。あ、エール返しましょう、ファンの人の。はい、エールやで、一括エールで、これがメンバーやから、こっちのフォロワーの方。じゃあでも100人しかできへんね、1日。ああ、そうなんだ。でもじゃあめちゃめちゃ貯めてますわ。そうで、右上の全部の一括受け取りかも。右上のね、一括受け取りで戻って、もう一個あったよね、うん、このチャットはファンの人からもちょっと、ああプレゼントで、左下のね。はい、これでもう一回モンスター勝利、うん、で上限回復。すごい。おい、で戻って
なんかモンスターのとこ行って昇竜、右下のね昇竜最大 S。 うわすごい。とりあえず今上限解放が250分の208で、うん、250まで行ったらまた上限解放されるの。どういうことか。ガチャ行ったら、うん、昇竜すればするほどまたね強いガチャ引けるようになる。へえ。あ、ガチャです。あ、ガチャです。ガチャ。あ、でもまだないんだね。なんか地下やったら、うん、結構やってるか。例えばほら昇竜ガチャこういうのない。えー、ほんとだ。なんかいいな。ガチャを昇竜すればすることで、うん、とりあえずなんかあゆかは、うん、モンスターのこの勝利のとこに全部当てはめたい。あ、しかもないんだけど。でもそれはもうガチャで引いていっぱい集めて、でひたすら潜在解放してわー感じかな。え、このスキーのやつはどうやってやるんですか。スキーのやつやっていいけど一回ガチャってみ。え、すごいジェム箱なんかすごいいっぱいいた。あ、ちょっと時間が出た。ちょっと待って、やった。え、これチカさんですよね、松本。あ、チカ。ペットペットペット近づけて。え、ペットってどうやってるの、ね、何ペット装備の装備、装備変更今なんかあんのか。とりあえず声にアタッチしたら、あ、なんもないんだけど、うん、なんもないんですよね、多分。まあ、ガチャだね。なんもなくて、うん、あ、これもね、メンバーは、うん、このペットってやつなんねんけど、ほら、え、ピオさんいる。チカさん、チカさんとピオさんいる。え、ピオさんおったね、うん、で、変更するやったら、うん、戻ってみた。あ、ついてる。なんかどこで見るんだ。でね、マイページ押してみて。あ、いる。かわいい。でもね、あゆかのやつも買えねえな。メニューを押して、うん、お知らせ、お知らせ、で、スケイのね、ページこれですか。あ、違う。あれ、あれ、あ、あったわ。あ、これ、うん、で、これがなんかファンの人がチアレターっていうのだったらここにあって、うんうんうん、交換所。なんかね、あゆかのやつもね、自分のやつも変えたりするんだよね。へぇ、どうやってむっこさん買ってくれたんかな。あ、体アバター、アタバター、ペットアバター、ペットアバター交換所。あ、これでほら、あゆか、すごい、あゆか、あた、交換する。え、かわいい、かわいい。このキャラクターみんなかわいいですよね。あゆかのやつをね、交換したいから交換する。で、変えました。で、もう一回装備のところ行って、装備変更かな。で、こっちにいる。あ、いる。あ、そう、変更するしたら、はい、あゆか出ました。すごーい、かわいいじゃん。かわいい。で、これでとりあえずこうやって610モンスターをして、モンスターをして、モンスター編成で、おまかせ編成をして、これちっちゃい。おまかせしたら強いのにしてくれる。ほら、79の。すごーい、どんどんあゆかを強くしてます。すごーい。そう、チアレターをまたポイントに変えれたりするんだよな。でね、あとね、こういうふうにさ、手に持たせたい、こういうタオルとかもメニューの、うん、さっきと同じ方法で買うんだ、ポイントでね。へぇ、どうなんだっけ、あれはね、頭上、ペットアバター、左タオル、ロゴアバターかな。あら、あ、これ、あかんかん、S よ。どこで買ってたかな、スタンプ、称号、称号。あ、なんかこういうのあるね。ああ。で、交換して、体、あ、誰々惜しいみたいなやつも買って。ああ。で、自分に。装備つけてあげたり、すごい、まあ、とりあえずあゆかはガチャ引いて、うん、モンスター潜在解放して、で、昇竜を強くしてここに、すごい、超レベル高い、上げていったら強くなるかな。はい。で、とりあえずでもギルドだね。5分のやつ入ってみたら、ちょっと教えてるわ、ギルド。このジェム箱って何ですか。ジェム箱が、ジム箱ね、帰れんねんな、ポイントに。確かメンバー、お知らせ、例えばレベルアップするにもお金が、卵がなくなってくるから、うん、その時に交換所、うん、
ってこういう風にやったらこう増えんねん、ほら。でもポイントがいるねん、この25ポイント価格 で、うん、でそのポイントがこれ、今それみんな持ってるポイントが違う、うんうんうん、とりあえずこれがいるかな、ガチャ回すやつね、卵、そうそう、全部近もでも教わったやつです。全部教わったやつ、それ分かる人すごい、これこれやりたいな、あ、来た、地下の師匠はマキコさん、トピアスかな、それリカさんにやってないんですよね、絶対リカさんこういうの上手いもん、でもピヨちゃんとかに渡したらピヨちゃんが全部やっちゃうから、あだからそれまでの過程をね、そう今教える時もあゆかにやらせようと思って、うん、もう横からしか言わんことにした、ありがたいけどさ、やられるとさ、一人になったらさ分かんないですよね、どうやってたっけ、なんだよ、マジで分からん、むずいよね、みんなもね、装備もね、装備もあるかないもんな、そうなんですよ、それもガチャヒーター出てくる、これセレクトくじなんですか、あ、今の、今だけのやつ、うん、多分それ SK のやつよね、セレクトくじはどこですか、知らせ、あ、これか、豪華商品を選んでこうか、これよくわからんよね、ガチャル、あ、でもできるわ、あ、できんわ、セレクトくじって何ですか、セレクト、セレクト、今ね、こうやってメニューの、メニュー、こっから探した、豪華商品を選んでメニュー、お知らせ、いつけいの下にない、コラボくじ、イエス、こういうこと、交換所、あ、交換所、あ、すごい、でも持ってないで、近いうち所持数、うん、だから交換所しないといけないんだ、何をできんの、どういうことだ、チケットないと回せんから、でもこのチケットはどこで交換所、交換しないといけない、課金して、あ、課金しないといけないんだ、課金、これ吉野回転って、え、思いました、ツイッターで見ました、ね、すげえ、あ、吉野っぽいわ、吉野だ、吉野だ、吉野っぽいわ、これマジマジでセンス、これ背景センスすごい、なんじゃこれ、すごい、そんな仕事をしてたなんて、ね、隠れて、そういうね、一応吉野やってんのよ、うん、すごい、なんかさ、あれも悪くない、なんかあのたまにさ、アバターでさ、あれが出てくる、マイキーとか通り部、うん、コラボしてんのかなと思っててんけど、ちふゆくん、ちふゆくん、近く見たのはね、普通にあの、タケメッチ、あ、タケメッチ、かわいいファンの人がおはようとか送ってくれる、すごい、かわいい、ね、ファンの人がこれやっといた方がいいよっていうのを教えてくるっていうの、交換所、あ、交換できない、まあでもモンスター昇竜だね、これをやっておけば強くなる、一気に、セールしてんじゃん、なんかと思う、でも近千何兆とかならへんねんけど、なんでこんなみんな強いの、ほんとすごい、ね、早くみんなに会いたい、みんなに会って教えてほしい、確かにね、メンバーに聞くのが、早くドラゴンリングどこも、ドラゴンと装備を強化、ドラゴン強化装備、
装備強化。あ、うん。でも違う、装備全然ない。うん。ダメよ、そこまでいっちゃダメよ。あ、昇竜よ、ひたすら。とりあえず600だね。ファンの人に600にした方がいいよって言われて。まあでも強化とかでもまた一気に上がるもんね、ポイントレベル。うん。モンスター装備。難しい。強いなるぞ。モンスターある程度溜まったら整理して。うんうん。みずみさんとマリンちゃんがプロだよね。聞けばよかった昨日マリンに。装備。一流ハンターです。なん、すごいよなこの。え、だってすごい同じギルドメンバー。ユーユーとかすごいもん。ユーやってんの？ユーゲームやってるイメージない。ユーゲームやるか。やりますよあの子。あ、でもうん、どう装備すごい。君へすごい。嘘、 5.31 兆。いや待って、えぐいのおるんやってこっちに。もなんか分からんねん、ハテナになってんねん。なんでな、ハテナは何で隠せんねん。なんだよみんな隠すの、うん、やめてみんな。これ見よう。あーぽい。違う、とりあえずなんか やりまくってるだけ、うん、誰か分からんの誰だ。でも違う、絶対さ自分のアバターよりこっちの方が似てる自信あんねんけどな。それちかさんですか。それもちかさん。これは自分でなんか顔さ設定したやん。あー似てる。ちょっとあゆかね、しかも顔仲良し。強いメンバーは数千兆だよって。やばい。え、マリンちゃんえぐいよ。マリン同じギルドですか。え、ギルドやねんけど隠れてんの。あ、隠れてんだ。みんな隠し事あかんよ。うん、隠したらあかん。だってユーユーもハテナだもん。もうみんな。でもすごい装備がすごい強そう。ヨシコもすごい装備がすごい。ペットアバター交換。すごい。蝶より上もいるよ。え、蝶の上って何。一流百千万。百万、うん、千万、一兆、十兆、百兆、千兆。オンみたいなやつやね。なんかあるよね。K。ああ、経済、経済。あ、そう、K。え、マジ超適当に言った。でもなんか自分なんか強いの装備しろ、ペット。でも可愛いの、うん、ダメだよ。可愛いより強いのやれってファンの人に言われた。うん、え、あゆ装備の見た目を変える。え、なにこれ。え、あゆこおらんねんけど。え、あ、こっちにおる。え、なんかさ、ペットの左と右って何。置けるあれじゃないですか。だってほら、こっち自分おったらさ、あゆこ置けんだよ。本当だ。そっち、アホやから可愛いの買ってさ、それで卵めっちゃなくなって。おもろい。え、アホか置きたいのにさ、左右にもなんの。こっちを一回置いてみて。おおらん。本当だ。なんで？ペット右と左あるよね。右と左で買うあれが違うの。まだ違うのあるの。えー、さ、一緒やねんけど。左用右用のペットがあるの。むず。ついにペットになってしまったんだ私たち。確かに左とアバター。あ、これサイリウムとかも買えんねんて。すごいよね。じゃあ今サイリウム買えたらダメじゃん。アミちゃんが4000で、マキコは1000超ってこと。め、え、すご、何事。どういうこと。でもチカさんも超じゃないですか。
いやけど2桁の超よ。あゆこだってまだ奥ですよ。あゆこはさっき教えたもん。あゆこ分かってなかったもん。797.7億で、ファンの人とかのね、なんか順位とかも分かんない。一緒に今頑張ってくれてる。そうなんだ、ね、すごい。挑戦メンバーはこちらで、ほら、こう出てきて、うん、どっちかやったらポチッと押して、ほら、このほんとだ、すごい。ユーザーさん、何人分かんのこれ、50人。あゆこだったら、ほら、こういうふうに。絶対、あ、知ってるって人いるよ。うん、みんな出てる、こうやって。本当だ、すごっ。そうなんです、ちょっとガチガチ講座してるわ。うん、やばい、強くなってくださいって言われたファンの人に。すげえ、レベルが上げられへん。しかも56から。あゆこも51ですよ。ほら、もう一緒やねんで、言うたら。本当だ、上げられへんね。みんなどうやってレベル上げてるんですか。なんか一気に上がるじゃないですか。うんうんうん、うん、それで51まで行きました。あるよね、待って、これやね、ハンター昇竜。うん、なんかクエスト、なんだっけな、なんか説明書見て、ああった、やったらクエストやったやつ。そうです、そうです、一気に上がるクエストですってやつ、ね、そうです、そうです。どこだっけ、どっかのクエスト。あったあった。うん、まだあんのかな、そのクエスト。クエストイベントだ、これか。あ、そうです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 。ドラゴンリンク一気に、ね、ひたすらクエスト回る。あ、クエストを回るんや、なるほどね。SK のクエストは経験値もらえない。なんか SK のクエストもあんねん。あ、そうなんだ。シャチホコのねやつ集めるイベント。ああ、一回行った記憶ある。そうそうそう、あれですよね、サンシャイン境出てきますよ、ね、あ、そう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 、めちゃくちゃ似てるけどちょっと違う。ちょっと違いますね。うん、観覧車だけかな。そうそうそう、ちょっと一回ちょっとクエスト行こう。旅人のガイなんちゃか装備したら超くらいいかない。何それ、それさ、装備だ。うーん、あ、屋台や。屋台好きな屋台、次のでいいよ。え、もうガチなやつ合わせに込んでいいからね。うんうん、いきます、せーの。え、ガチですよね。ガチガチなやついこう。え、ガチですよ、うん、あゆかもう、え、よく言う、ファンの人とか。え、絶対一緒やんな、うん、せーの、ベビーカステラ。もう、ね、え、よく言う、よく言う。だってベビーカステラのおじさんって優しくないですか。サービスしといてあげるよ。できるまでに1個くれる。そう、くれるから好き。確かに美味しそうに見るもんな、ずっと。そう、絶対持って帰るもん。食べな、歩きながら食べて、わかる。でもう一回持ち帰るように買って。え、そうなん、帰りますよ。もう買って帰って家でも食べます。やったことないわそれ。ね、何が好きかな。あ、でもキュウリの一本漬けも好きです。え、それ分からんねんな。なんで言ったよな。じゃあキュウリの美味しさ分からんって。うん、言ってた。食べれるけど、なんで。あとケバブも好き。いや、ケバブ大酢でしか食べたことない。分かる、嘘。分かりますよ、ケバブ大酢でしか食べたことない。いつも話しかけられるもん。ちょっとそこのお兄ちゃん寄ってって。お兄ちゃん、もうせお姉ちゃん。お兄ちゃん寄ってってよっていつも通ると言われる。キュウリって味ないじゃん。バカバカ。キュウリの一本漬けもありますから。水やん。でもほぼ水分だし。世界一栄養がない食べ物。え、知ってますよ。ギネス。そう、でも昔より高くなりましたよね。え、キュウリの一、うん、キュウリの一本漬けの。違いますよ。もう300円ぐらいです。え、もう野菜がな。昔はね、100円ぐらいで買えたからよく食べてたけど、300円するから。高いね。あと何だろう、タコセン。あー、え、そう、タモセンなんですよ。まさかたこ焼き入ってるの。いいな、タモセン。それも好き、タコセン。唐揚げ詰め放題。え、知らん知らん。うそ、そんなんあんの。ありますよ。え、どこにでもありません。いや、見たことない。うそ、なんかもうコロナで祭りとか行かなくなったからあれだけど、
唐揚げな、うん、てかお祭りで食べる焼きそば美味しいよな。美味しい、あゆよで焼きそば本当に美味しい。好きかな、タピオカとか飲んどったわ昔なあ。なんだろう、屋台な、いちご飴とか。あー最近好きになった。あとはなんかリンゴ飴わかんない、食べづらいよな、うん、地下の昔の大好物リンゴ飴って知ってる？え、知ってますよ。何してんの？あ、そうか、うん、話してた。リンゴ飴好きやってんけど食べづらい。うん、ちっちゃいサイズがいいな。キャラのお面とか買いそう。確かに。あ、でもあれ、あれ好きです、綿菓子。昔好きやった、可愛くて買ってた袋、うん、好きな絵やつとか、なんか AKB のやつとかあったんですよ昔。へー、 AKB の袋の綿菓子あったんですよ。射的のグッズとかであったよな、なんか。あった、それこそ。あ、チョコバナナ、チョコパインの方が好きだな。あー美味しいよね。舌痒くなるけど。絶対さ、アレルギーやで自分それ。え、そうなんですか。え、パインって全員そうじゃないですか。いや、アレルギーな気がする。なりません、あれなんかな、フルーツのあれなんかな、痒くなるのかな。なんかそういう感じ、長芋みたいな感じじゃないですか。ああ山芋とか。なるわ。何これ、なんかずっと同じとこやってるんですけど。まあ、SK やってる、うん、シノなんちゃら。え、舌かゆくなる。あ、なかった、ちょっと一回言うね。うそ、パイン、パイン食べたら舌かゆくなりません？あー、かわいい。いいよ、出て。ダメです。あ、いい、怖いこと。あ、これやっぱアレルギーかもみたいな。あ、そうなんだ。全然気にせずずっと食べてるよ。わかる、食べてたら治る気がするよな。パイン好きだし。パインってみんなそうだと思ってた。何それで、あ、どんどん進んでんだこれ。そうやで、イエス。ハンターレベル、ドラゴンリンク、ハンターレベル。あ、ない。セブンイレブンのホットパイン、みんな好きやんの。最近食べてないけど。チコも食べてないな。てか最近、ちかセブンのコーヒー50円引きのチケット買ってる。うん、え、これよ。ああ、クーポンが出ててさ、それでさ、カフェラテとか飲んでる。めっちゃ良くない？いい、ほら。いい、みんなあるよ、4週連続企画。セブンカフェ30円引き。セブンのコーヒーが一番美味しい。うまい。16日までが安いよな、超安い。ギルドしたいな。10時5分。10時、今日2回も忘れて、もう入り忘れてた。今日気づいた時には終わってる。うん、一回も入ったことない。ギルド分からんよな。でも入り方分からんねん、あれ。なんかでも決まってるじゃないですか、その時間。なんかみんな通知取ってるから。分かる、時間やってるわ。一回考えるの乗らんの。みんな同じタイミングで携帯がピコピコ鳴ってるから、それなんだと思って。12時、7時、10時なんだ。そっか、昨日の時間のリハビリの動画見せてあげるわ。なんでこれだっけな。あ、チキンラインだ、これだ。ナッキーさんの煽りもんぶ行くぞ。まだまだまだ煽り。かわいい。これ見てましたよ、裏で。え、見た？うん、テレビで。モニターで見てた。大好き。あ、ちょっと待って、あ
ドンさんのハーフツイン超可愛い。可愛いよ。これです。あ、ちょっと違いました私。ああ。あ、違う。気づきます。違いますって保存しとこう。おもろい。でも先生が笑ったみたいな。ハワイいかに先生を笑かすか。うん、ける。そうだね、実質1日で仕上げたわ。そうですよ、ほんとすごいと思う。いやでもライブですよ。生でしか、だって公演だったらまあまだ、まあ、知ってるんだったら、ね、そう知ってるし、うん、番号もそんななんか、うん、なんていうの、広くないし、確かに。しかも少人数に関して番号がでも一番苦戦したけど、しかも番号は特技やねん、多分覚えるの。エカメラもですよ。あ、ほんま？今度勝負しようよ。パリはエメラルドの立ち位置きた。ちょ、5分あればいけるよ、パリは。パリはいけるから。パリは誰でもいけますよ。苦戦したからね。チキンライン苦戦してた。あー、だってチキンライン、だってもうだって久しぶりに聞きましたもん、うん、あれしか踊ってなくない、あの劇場でまだ踊ってるだけね。うん、そうサビね。でもあゆかのファンの人がなサイリウム振ってくれとった。優しかった、嬉しい。ティアラ生写真ってどういうことなの。なんか生写真が昨日あの衣装、あ、うんうん、で発売されてたんですけど、なんかランダムで5セットで、あの5枚1セットで入って、うん、のランダムで入ってるんですけど、なんかティアラがあるんだ。そう、ティアラついてるレアなやつがあるよみたいな。レアレアやん。そうです、そうです。可愛かった、なんかあの推しカラーみたいな。うんうん、めっちゃバランス良かったね、色。オレンジですか、カメラは。はい、オレンジか黄色、ビタミンカラー。うん、違う違う、話しとってん楽屋で、え、誰が何色かなみたいな。オレンジさんどうやったの。あ、ちかさん、うん、ぽいぽい、やっぱ S とかだとそうなりますよ、ね、でもぽい、うん、赤暖色系ぽい。ゆうこたんがなんかライトグリーンみたいな、ペパーミントみたいな。そうです、エメラルド、うんうん、意外やった、それが。そうなんですよ、もともとがピンクだから。うーん、確かに。マリン、マリンは白です。あ、ブルーっぽいのにね。そう、でもブルーはアイリーが。あ、なるほどね。そうそうそう、アイリーで。あ、ゆうこと緑好きな。そうです、なんかあの好きなその韓国アイドルの、うん、その子の色みたいな。そうです。でもなんかそう、ユリアさんのサイリウムカラーみたいなのもあるけど、しかもピスタチオ好きやからペパーミント好き。でもグリーンじゃないんだよね、厳しいよね、そこが。そう、でもやっぱサイリウムになると緑になっちゃいます。確かにないよね、そんな色てか。うん、でピオさんもペパーミントですよね。そんな色さ、え、ペパーミントにしたい。でもファン大変だよね、グッズとかがあるやん、なんかそうそうそう、簡単に買えれへんよね、もはや。チカさん、チカ初めピンクとオレンジやってんけど、あ、そうだ、ブルーオレンジにして、なんかブルーが多すぎて、え、 S 多いですよね、うん、悩んだけど、なんか別に全然変わるのはいいけど、なんかグッズのねあれが大変やな。私ファンの人もねと思ったら簡単に変えるのがちょっとなんかね。今変えれますやったら何をする、もう変えん、変えないですね。ペパーミントにしちゃいそう、違う。でもカメラも一回変えてますもん。あやか何だったのかしら。オレンジ黄緑でした。あ、黄緑なんや、うん、黄緑ってむずない。でもそうです、でもまあまあなんかなんとなくその緑の人たちと並べば、あ、違うねみたいな。うん、絶妙に。そうです、そうです。でも別にそんななんかだったから白にしました。ぽいってか似合う。紫とかも可愛い。あ、今日絶対違うやん、イメージカラーなんか。確かに、ブルー多いな、 S。 そう、 S 青多い、ブルー率高いもんね。うん、多い、確かに。と思ったらピンクオレンジの方が良かったもんとかもいるけど、でピンクってピンクじゃないもんなみたいな。うん、ドライバー来ましたね。え、もうドライバーも説明終わったもんね一旦、うん、
今クエストしてるから。クエストやってるもん。クエストはなんかずっとポチポチしてれば進むから。ずっとね今ねクエストを進めてます。オレンジ黄緑ってジュリアさんは緑、オレンジ緑です。うん、そうだからそれもあってなんか勘違いしちゃうから、うん、なんか今日多くねと思ったらよく考えたらジュリアさんめちゃめちゃ幸せな勘違いだから今日自分の材料も、うん、桁違いに多くねと思ったら今日人気者やな思った。人気者だなと思ってワクワクしておもろない自分のファンやと思ってさずっと見てさ自分のファンになんでじゃん絶対それがあったんで。それもあったしちょっと黄緑かってなっていいね白オレンジ見つけやすい。白にしました。あ、今回のイベントはレベルあんまり上げなくても大丈夫だって。うーん戦闘能力みたいなの上げればいいの。戦闘能力とりあえずクエストは全部当たった方がいいね。総合力だから何兆とか、うん、すごい何兆も無理分からんくなる。頭おかしくなりそうじゃない、うん、超簡単になれるやんもう言うたらレベル上げてたら、うん、ファンの人とちょっと助け合って教えてもらおう。ああれやで、うん、みんな今日の17時からパンパンパンとさカキカキカキの回がさあ始まったよ理解できたかな。みんな始まったよ。そうだそうだあれは新しいシングルのやつ、ね、そうそうそう。うすりいいかなあのサイン会のさうすり大事じゃない。そうです全部にサイン書くわけやからさ。300兆の人がすごっ何事。そっか3個目の手形。そっかもう3個目か。あ申し込み完了。みんな飾ってね、うん、じわるよね。お家ってさ手形飾ってあったらさえってなる。誰の手大きくなったかな。へえ変わらん気がする。なんかめっちゃ左右非対称なんですよ。そんな人おんねん。ほらあでかい右。えめっちゃやばくないですか左右非対称の。え一緒。どっちがでかいの。こっちです。あでもあでもちょっとでかいね。うんあゆかはなんか手のひらここはでかいんですよね。なんかこううん別に指が長くない。なんか女かえそうあゆかのな可愛いなと思って見とってん爪。何？てーてー可愛いね。なんやだ。あゆかの手はしっとりしてます、ね。しっとりしてる。乾燥しなさそう。しないですよ。あのさスーパーのさ袋困らないのあの。困らないです困らないです。いつもさ。困ってる。ない。困んない。えハンドクリームいらんやんじゃあもう。いらないです。うん、でも好きですけどね。いい匂いなの。そう匂いは。乾燥してる薬塗らんわ。違う爪も乾燥するくないちゃんと。わかんない強いね、うん、かわいい爪ちゃんと切ってんの。切らないですよ。え切ってんの、うん、伸び伸びかやん見せやんどうやって爪切ってんのこれ折れてるんですよ。そういうこと。そこ折れて、うん怖い。なんか癖が強い切り方するよね。なんかもう綺麗な丸ちゃうのもう違う切らないんですよ折れるの。そういうことね。そうでそれ詳しいやすりすりすりってやすりみたいな。あ怖い今握手会だから分からんもんねみんな。そうですね見てほしい可愛いつやだやだ今だってさフィルター越しにさあの美肌フィルター越しにさ今日のネイルって言ってもうこんな綺麗なのに美肌かわいいって見てくれるの優しい優しいねみんな。あ昨日最善で、うん、え振ってくれた嬉しい。
今日目元だけメイクしてる、うん、肌全部肌メイクした、あ下地日焼け止め塗ってクマだけ隠しました。そうだ、お休みさせてあげよう。ほら、わかるよね。うん、ですか？目がチコ、目がチコ。ハッシュタグ目がチコ。え、目がチカコ？そう、目がチカコ。何それ？昨日作った。いつからですか？昨日？一昨日ぐらいから。もう前兆があった。ありますよね。なんか違和感あれみたいな。違和感ある。そんなく見えるそう。あいこ、そんなく見える、確かに。スピンながら、スピンっていうかそんなメイクしてえ、でもさ、目してたらさ、もうさ。なんだろう、前髪かな。でも会った時今日スピンかなと思った。そんなにいつも多分濃い濃い。え、ほんまや、あ、薄いんか、ちょっとアイメイクが怖い。ファミラちゃんと言うと近くお姉ちゃんみたいやな。しっかりがこぼしてるけど、本当にそう、そうですよ、履き替えの教えてるし、そうだ、まあまあまあ乾いた。ね、メバチコって言う？あ、違う。なんて言う？なんだっけ？綿棒？うん？なんだっけ？メバチコじゃない。なんだっけ？なんかみんながメバチコって言うから。物もらい。あ、それ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 。物もらい。物もらいって言います。でもなんかみんながメバチコって言うから SKE が。メバチコって関西の言葉じゃない？違うんだ。そうなんだ。メバチコ関西ですって、地方のメバチコ、関西なんだ。メイボ関東、えっと、あ、そうか、チームスコ、おいおい、メイボ、あ、メイボ、メイボと思うんだ。え、熊本ではお姫様って、え、聞いたことないんだそれ。ルー、今日お姫様できました。ちょっと疑うわ。大丈夫、大丈夫かってなる。聞いたことないけど、あ、でも確かにファンの人初めて聞いたって言われた、チカが言って。メバチコ、うん、めっちゃできる、メバチコ。え、もうカメラもちっちゃい頃はできてたの。夏になると絶対できるんですよ。なんかあるんやろな、原因が。ちゃんとストレスとかじゃないですか。いや、ないよ今ストレス。わかんないじゃないですか。え、意外と抱えてる、うん、わかんない、たまにあるよね、そういうの、うん、気をつける。そういうのコメントがさ、わからなくなってきた。メバチコなのかも。メバチコ、迷惑する癖があったらできる。触るとか。いや、かかんよ、あんまり。かゆいって、うん、ちゃんと左目だけ、しかも、なんかだから、うん、いつも潰しちゃう。ええー、と言ってたよな、うん、痛い。もし次会った時、チカがさ、反対したら、あゆかのせいかいな。え、それで治りますよ。それ成功したらやろ。失敗したらもっと腫れそうじゃない。なんか、ニキビみたいな感じで。綿棒で潰してメバチコ用の目薬さして寝たら、うん、もうない。メバチコ、怖いこと言うな。細菌が、あ、だからニキビと一緒ですよ結局。なるね。みんな気をつけましょう。そんなでもわかんない。でもちょっと眼帯に憧れる自分おんねんけど、わかる？いや、やばいですよ、小学生みたい。こうやって言ってさ、え、どうしたんですか。メバチコ。バカバカ。メバチコって言って。あ、でも眼帯した方がいいらしいですよ。でもさ、眼帯良くないって言うくない。ま、中二病。チーム S に2人も中二病いらないですよ。おい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 。あ、すごいね、このポーズ考えるのもすごくない、うん、でもあれですよね、ラブ&ピースみたいな。あ、平和の象徴ですよね、これ。あ、そうなん、一応そういうポーズなんや。
え、たしと思ってた。なんかさ、あのノットエイトさんとかもすごくない、うん、ちょっと気に入る違う。ノットエイトさんこうなんですか。いや違う、なんかね、あ、こうかな、え、こっちかこっちか、これいいやなんかあんねん、すごいポーズ、え、プリマスターのポーズ、ね、こっちです、ピアスはこっち、あ、そうなんや、誰が考えたの？これダンスの先生があの振り付けしてくれた振りの中であるの？そうです。なんかこれを考え、なんかあの紹介するときに、なんかワンアクションがあったら可愛いねって話をしてて、それをダンスの先生に、うんうん、相談したら、え、入れたいですけど、考えてくれて、可愛い。そしたらその日が振り入れだったんですけど。入れてくれました、多分急遽作ってくれて。チカラシのキナのポーズこれでしてた出た、千鳥柄ですよね、うん、いや、ここハートになってる、すごっ、あの衣装かわいい、かわいいよね、 S のやつ、こういうポーズ考えるとマジすごい、うん、頭いいね。ディオール新作コスメ。ディオールのあれと似てませんみたいなことになった。この柄みたいな。ポジョ？あ、ね、ネクストポジションですみたいな。これかな。おい、本当にこれ？いや、怪しい。ネクストポジションですみたいな。そうや。うん、どうしてんの？うん。え、知ってますよ。ネクストポジション、え、これじゃなかったっけ、え、違うそれカミングフレーバーだよ、え、カミングフレーバー、カミングフレーバーです、え、これじゃないの、カミングフレーバーって、これはポーズ、え、ネクストポジションですじゃないですか、え、こうたジャンプしてこうじゃないかって、え、なんかね、昨日話してて、ナオと話してて、カミング、え、なんだっけってなって、わからんまま出てった、オーバーチュアで、え、足ついてた、足ついてた、え、一回ジャンプする、うん、一回ジャンプして、どこの違ったらソロコン、ソロコン、なんかやりたいなと思ったけど忘れちゃった、ソロコンか、まあでも結局歌歌った方が分かんないと嬉しいよね、ピアノ、ピアノ、あ、ピアノ弾けるよ、意外ね、うん、ピアノやるってやったらもうマジで切ってる爪、あ、うん、そうなんだ、弾けない、これ怒られないこと、これじゃないと爪切ってみたいな、厳しい、はい、すいません、でも先生電話持ってた、てっ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 てて、懐かしいエスケープね、あ、綺麗なチャレンジ見ましたよ、ほんとくだらんやな、何やろう何やろうと思って、絶対近いストールの早いわとか言って無理だった、普通に近くカビン、近くカビン、普通にさ味わって食べた、え、何やったんか、え、まだカメラね、まだ、ここからされてるの、ちょっとそういうこと教えて、え分かれてえ、うん、あ、それやったんや、うん、もう確かに、確かに、え、うん、絶対違いますよ、え、近く思ってたの違う、うん、こっちじゃなくて、うん、でしょ、こっちです、こっち、あ、うんうん、え、それやったん、はい、え、何のチャレンジやったっけそれ、なんかチャレンジっていうか、あの私生活の時プライベートの映像とか、なるほどねみたいな、へえ、いいね、何の音でかこれ、あ、あ、かわいい、何してんの、千尋です、これん、千尋、ちっちゃいと千尋ですどうなったかなんて一緒、え、かわいい、あ、紙ゴムな、そう、千と千尋出てくるじゃないですか、うん、え、出てくる見たことないですか、え、あるあるある、どこで、これあれですよ、どんぐり共和国、あの自分、あ、日課めっちゃくちゃ苦くなってる今、なんか冷めると、うん、めっちゃ苦いよね、苦い、さっきあゆかに近くコーヒーメーカー買ってるか、買ったから飲ましたるわって言ってめっちゃ美味しかったよな、さっきは、うん、あったかくて、でも美味しいですよ、うん、これスペシャルブレンドってやつやからね、うん、人気ナンバーツーブラックコーヒーでブラックコーヒー飲んでます、ブラックコーヒー飲んでます、
飲んでます。なん大人よね。18歳で17歳飲めんかったよ、ブラックコーヒーなんて。あやかにミルク入れるって聞いたら大丈夫ですって。うん、すごい。友達ブラックコーヒーと。もう一回言って、なんて言った、うん、友達ブラックコーヒーと友達。あ、そういうことね。 Your friend? フレンドかわいい。あ壊した。違う、大丈夫。あ、ここでし、あ、ありがとう。しっかりこうしましたね。しっかりこうしましたよ。おい、ごめんなさい。デジャブじゃない？デジャブだよ、さっき。大丈夫だよ、時間の 量考えて、さっきのちょっとコップいっぱい。ひっくり返しましたよ。ひっくり返したよ。ひっくり返しましたもんね、さっき。チカラひっくり返したんだよ。いいよ、全然寝れちゃうよな、チカラ。寝れる、うん、爆睡するよね。爆睡爆睡。あ、柏木君の顔を聞きたい。うわー、え、もう、え、生ですか今。うん、生でやって、でもね、まだ出てないと思う結果。まあ、特別賞トムヤプ。あ、今4代目。え、あ、ナオさんもだよ。ナオさんファイナリスト。あ、1番じゃん。うわ、8人がもう一曲披露し、4代目チャンピオンも決定します。本当に歌うまい人だった。素敵。そう、ギルドバルルだって。おお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 お。なんだっけ、ギルドバトルして踊ろうとしてるの。ギルドバルド発注よ。しっかり忘れない。あ、これやってる、これアリーナ、うん、やってないです。これもやった方がいいよ、戦って。右ハンターズアリーナで、アリーナ対戦。もうスキップ、スキップ。負け、負けた。でもそれも全部このポイントだね。で、こういう風に出てくるね、勝ったら。もう一回、もう一丁、もう一丁スキップ。あ、ウィン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 。あ、そうそう、それでやったら出てくるでしょ、宝箱。宝箱、ほら、おーおー。で、その間にもう一回やったら、これね、ストック4個できる。で、このウィンウィンウィン、そう、ランクが出てきて、勝てば勝つほどランクが高くなる。これはでもアリーナはあんま景品がいいだけ。開いていいですか。待って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 、課金したか、卵課金したか。あ、一旦30分体験でも一旦全部埋めたいから、アリーナ対戦して、はい、ウィンウィン。OKOK。1個開けるまで全部開けられへんねん。1個ずつ。あれ5秒持つかな。ボーン。あ、負けた。ちょっと待機だ。で、どんどんなランクがな、2位以内確定だって。えっ、なおさん、ほんまに。だって バカとか言ってた。めっちゃうまいもん。いや、そうだ。あ、ウィン。あ、でも今だって3位、3位なんだよな。頑張れ頑張れ。えぇ、ー、なおさん。 AKB48 不祥力ナンバー。きた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 。いけ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 。え、すごい。しかもなおさんさ、全部入ってるよね、去年も一昨年も、うん。もうずっとこれしやってね、うん。
素晴らしい。え、もうちょっとじゃない、マジで。なおさんと誰なの？ね。なおさん、頑張れ。すごい。であれ好きですもん。歌唱力の歌。聞くもん、違う、普通に。ちょっと。ナオさんだった。誰だ、トラブルあったってこと？何？音が止まっちゃったとか、うん、だとしたらもっとすごいよね、すごいよ。出てみますか、だってチカチッとさ、歌はちょっとね、じゃなんかあるんよ、いや出てみたいなって格闘あるけど、1位じゃない、ナオさん、うん、え、ほんまに、え、だって2位発表されてるよ、あのスティーブの子ですよ、 あの前回1位、去年の、え、ほんまに、え、じゃない、あ、ナナさんか、あ、ナオさんだ、え、ん、ん、え、ナナさんかもしれない。でもどっちもうまいですもんね。なるほどね。だってナナさんもずっと入ってますよね。うん、ずっと。ナナさんのさ、YouTube のやつ見たことある？ファストテイク。うんうんうん。めっちゃすごかった。すごい。本当に歌がうまい人って。いやマジで。大尊敬。もう歌もダンスもな、すごいな。3位から発表ってことは、あ、そういうことか。4位とかもまだ発表されてないってこと。あ、そういうこと。なんかさ、どっから、そういうことか、いっぱいいるんだまだ。うん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 、すごいなすごいな。1位だって、もうそろ、そろそろ1位ね、ドキドキだろうな、また違う緊張感。うん、上手い人って本当すごいから。ねえ、これ見てるとき絶対来るやんな、もう、うん、しかも見てる、久しぶりにこんな、あ、岡田奈々さん、奈々さん、あ、そうなんや、お疲れ様です、皆さん、何そう、いや、すごい、うん、でもファイナリストですもんね、うんうん、すごい、すごいな、すごいな、岡田奈々さん、確かにスキーからナオさんだけなのか、残ってない、うん、ってことも去年すごいね、うん、3人すごいな、ダンスも踊れて、いやすごいよ、お顔も可愛くて、お歌もうまくて、すごいよ、いやもう拍手トレンドに入ってる
すごい、感動物語ですね。あ、すごい、見て、おお、すごい、綺麗、綺麗、もうアーティスト、うん、エゴさんゲストなの。そう、エゴさんがね行ってるらしくて、応援みたい、うんうん、言う名をですね、すごい、でもあれちょっとここ、うん、あよく生まれてますよ、うん、え、今日やんな、あれやんな、え、私さ今日3キャラで割れてへんかったよ、え、悲しい、それここにさもう一枚フィルター貼ろうと思ってさ、え、あの覗き見防止みたいな、 あとサラサラのやつ、ああ、急にプライベートなの、ちょっと LINE 送ろう、ちょっと LINE 送ります、あとギルドまで15分です、はい、あ、静岡出張公演行く予定、日あいかもな、そうです、静岡か、いつからですか、 10? 違うね、20、あ、あれからのって、ちょっと待って、24、うん、最近知ってんけどさ、静岡ってうなぎ有名って知ってた、え、なんなんですか、名古屋が有名と思ってたからさ、うん、え、あやか、ショールーム10時までなの？え、いけるよね？待って、わかんない、だとしたら声しか無理ですね、まあまあ、え、18歳やろ？しかも0時、あ、でもさ、あれか、ここ3月、うん、いえ、え、うんうんうん、若さは、あ、10時までの、おおおお、すごい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 、そっか、17歳なんだ、まだね、ギリギリ、ね、かわいい、あゆかに誕生日プレゼントあげたらずっと持ってんねんけど、見せないようで、うん、見せないよう、見えてんねん見えてんねん、でも何か見せないようだ、好きな色は、好きな色ない、うん、なんかあんま、なんか全てのことにおいて、うん、これが好きみたいなのないんですよ、うん、もう何でもだもんね、確かに食べ物もそうだし、うん、別に色もないし、うん、良くも悪くもこだわりないよね、ないです、うん、ないです、あ、なおさん4位って、そうなんや、お疲れ様でした、すごいよ、4位、お疲れ様すぎる、すごいな、4位って、だって8人、うん、でもそこまで上がるのもすごいよ、すごいですよね、だっていっぱいいるのに、すごい、あ、餃子、え、餃子パーティーしようよ、え、したいんですよ、この餃子パーティー、したいしたいしたい、え、しようよ、この餃子パーティーします、イエーイ、で、静岡のやつ終わったら、うん、お互いが終わったら餃子パーティーしよう、え、もう10時うん、早くだってまた5分抜くなくなる、そうだね、ゆずもね、石黒さん、みんなちかさん家行きたくありますよね、なんでやろうね、なんもないんだよ恥ずかしい人気は逆にもう生理しひんし、もう
豪邸なのって言われてる。え、全然じゃない、もう本当に一人暮らしのお家。うん、でもなんかちょっと地下っぽくないかもね、可愛いもんなんか家具。まあ、そうですか。ピンクキャラちゃうやん。そうですか。え、本当に一個過ぎて困る。え、別にそんなピンクピンクしてなくないですか。見て、ピンク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 、小物ぐらいじゃないですか。確かに。これもピンクよ。なんかピンク好きなやつもなんだかんだ。可愛い。うん、けどそのなんか物のピンクは好き。なあ。にでも20代のお部屋って感じ。なんていうの、年相応。うん、うん、今あれ欲しいね。何ですか。あのさ、立てるライト。ああ。ディズニーのピクサーで出てくるさ、ピコンピコン。ああ、あの長いやつ欲しいな。誰通じんの。ピコン。それ欲しいな。あゆかのカーテン、あゆかの部屋のカーテンはプーさんですよ。プーさんの？プーさん。いや考えた、プーさんですよ。あ、プーさん。プーさん。かわいい。カーテン欲しいけど、正直なんかさ、こっちがずっと使ってない。名古屋来た時から。めっちゃ大人のやつ使ってますね。うん、だって高校生とかですよね。そう。しかも長すぎて合ってないしね。もうまあまあまあ、誤差誤差。うん。でもすごいめっちゃ遮断されんのいい。なんか黄色にプーさんなんですよ。確かに。うちんちが、うちんちがっていうか、うちの部屋、あゆかの部屋がやめてよ。黄色にプーさんなんですよ。確かに。どういうこと。あの黄色にプーさんなんで、マジ眩しいです。え、目覚めそう。うん、良くも悪くも。はい、黄色にプーさん。残り1分ですよ。うわ、あと30秒。こう置いとこう。ここで。こう置いてさ。ギルドはね、5分から、力値は。一緒やん、ね。ごめん。癖強すぎ。5分から。5分からです。行かないで。っていう映画あるよね、なんか。え？行かないで。わかんない、わかんない。ごめん、映画見すぎてさ、もう何の映画か把握してない。ちなみに昨日トーストでさ、焼き芋いっぱいでさ、出てきた山内。まだ入ってんの、焼き芋。なんで開けてない、どうしよう。でもまだ食べれるよね、おるよな、あそこ。ほんとだ。いる。はい、中心だ。声からの参加になります。みんなまだ食べれるかな。でも明日、え、多分食べれますよ。さつまいもいける、いける。ねっとり、ねっとりになりそう。しっとりじゃなくていいじゃないですか、ねっとり。しかもねっとり派。うん、でも違い分からんけどね、ねっとりとしっとりの。分からんのかい。分からんくない。え、分かりますよ、さすがに。え、え、ねっとりの方が口にこう残る感じなんかな。甘い。あ、甘いの。え、分からないけど。あと5分、うん、あと5分、うん、みんな何に驚いてんの。えって何。焼き芋ちゃう。あ、そういうこと、うん、食べれる。昨日の朝から、そうやね、昨日の朝しっかりさ、置いて満足して、焼いて満足して出てきて気づいた。東京行ってまだいます、トースターの中に。まあもう一回温め直すので、ちゃんとなんか280度で15分ぐらい温めてる。あゆか蒸しますよ、お鍋。うん、と電子レンジ。あ、鍋です、鍋です、蒸し器みたいな。いや、もうプロやん。プロがあるわ。夏だったら確かに鍋、冬だからできることじゃないこれ。うん、そう、北海道なんねん。でもあの落ち葉でやる焼き芋大好きです。また味変わんのかな。どうなんですか。ツイッターが盛り上がってます。盛り上がってますか。はい、
ってもとってもあとあと3分モンスター潜在解放でもしよう。モンスター潜在解放。解放。あと3分。焼き芋。あと3分。多分私あゆかのカラオケのお箱は？え、カラオケ行かないんですよ。メンバーで行かんの？行かないです。昔とか結構行かないんですよ。そういうのじゃないんだね。じゃあなんかカラオケメンバーと言っても聞いてます。あ、歌わんでいいんだ。うん。え、すごい。炊飯器でも焼き芋できる？あ、できますよ。普通の炊飯ってこと？うん。めっちゃ美味しそう。ギルド初挑戦。ギルドデビュー。あ、そう、近々ギルドちゃうねんな。そう、うん、別々にされた。名前順だから。そうやねんな。そう、確かにギルドはできるだけね参加して。そうなんだ。メバチコ系の。え、これがさメバチコの？うん、メバチコってだってファンの人も強いって言ってる。泉とマリンが。泉とマリン っちですよね。そう、こっちにおんねん。だから強っ。あの、来てくれた瞬間バカーンってやってくれてたまに倒してくれる。頼もしい。あと、もうあと1分切りました。あ、あと15秒前ですよ。はい。え、どっからやるんですか？ね、ここがね、見ててね、変わるね。あ、マイページでいいんですか？ほら、回線中なってん。ここ閉めた。はぁはぁはぁ。そしたら入った。入った入った。 OK OK。 わぁ、すごい。なんですかこれ？で、攻撃？攻撃。攻撃を行う。せ、ちょっと誰か入ってる？メンバー他入ってない。あ、わかんない。これ誰だろう？青い髪の人がいる。でね。守備？いや、下行って。うん。戻る。誰やその青い髪の人？一旦攻撃一回やったらね、次やるまで待機。はい。あ、マリンとね、泉とミオがおる今。こっち来ないのね。出てくるの。誰がおるか。すごい。誰？あ、ルーちゃんだ。ルーちゃんが来た。うんうん。こんな多い髪誰だ？え、めっちゃ多い。今日めちゃくちゃ高いよ。あ、え？ん？これみんな、え？ん？みんないる？ね、あ、うん、これおらへん、みんな。あ、ルーちゃんしか。それがそのログメンバー、あの、ギルドメンバー的な。え、谷さん強いんだ。確かに得意そう。あん、攻撃できんかった。攻撃です。いいですか？イエス。もう攻撃ひたすら。そしたらボスが見て、ボスみたいなドラゴンが出てくるんや。うん。それがなんかボス的。あ、ウィンウィン。え、もう勝った？はい。早っ。また戦ってんで。これでどうしたらいいんですか？スケジュールで？なんかランクとか上がるね。それで戻るかな。終わり？うん。でね、マイページ行ってみ。はいはい。わあ。ギルド参加したらそのなんかもらえる。あ、待って、なんかこの人地下のやつ使ってんで、なんか押してんで。スタンプで。終わった。